皆さんこんにちは、ワンダルギルビジです。では今回はゲレンデ王朝のケフジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回はグリプス2を攻撃してシロコのヒタンゾを撃滅せしめるということに成功したんですが、一方でハマーのアクシズに手が回らずですね、ご覧のように宇宙の約半分、そして地球の約3分の2をアクシズに取られてしまったという状態です。ここから軍をですね立て直して、なんとかアクシズのハマー、これの撃破を行っていきたいと思います。まず基本的な戦略ですが、北米大陸の死守、あとはベルファストの死守、ここをですね地球上では絶対防衛ラインとしてですね守っていきたいと思っています。なのでまず地球上では軍を再編して、これらの北米大陸ベルファストにモビルスーツを配備していきます。一方宇宙の方なんですけども、ここはですね、まずルナ2を奪還して、なんとか宇宙における勢力争いを制していきたいというふうに思っていますので、まずはグリプスを攻略した部隊をルナ2で、そして今、アーバーワクーに集結している部隊の一部をホンブラウンに派遣してですね、ホンブラウンで敵の進行を食い止めたいというふうに思います。では、時間を進めていきます。ギレン閣下。ジオン領空内に正体不明機を確認、高速で接近しています。防衛部隊に迎撃命令を出せ。防衛網はすでに突破されています。今からでは間に合いません。なんということだ。正体不明機から通信です。回線を回します。いきなりで悪いが頼みがある。俺が持っているゼロですね。研究所のデータから強化人間の治療法を研究してほしい。ただとは言わない。研究所から奪ったサイコガンダムの設計図と引き換えだ。悪い話ではないはずだ。頼む。ほう、貴様があの村雨研究所をたった一気で破壊したというのか。だったらどうしたというんだ。俺が聞きたいのはそんなことじゃない。俺を受け入れるかどうか。はい、これゼロを受け入れてサイコガンダムの設計書を手に入れるかどうかという話のようなんですけども、これイエスを選択した場合は多分ね、このゼロとあとサイコガンダムの設計書が手に入ると思われます。ノーした場合がちょっとわからないんですが、ここは今サイコガンダムに限らずですね、戦力は喉から手が出るほど欲しいのでイエスを選択しましょう。すまない。約束のデータは必ず渡す。だがその前に少し休ませてくれ。いやー、データぐらいすぐ渡してほしかったな。それほどに今、切迫してる状態ですからね。敵エリアに侵入しました。ではまずルナ2の攻略戦からですね。ここはビグザムにいますので、ビグザムを効率よく運用して撃破していければいいかなと思います。ではビグザムの大型メガ粒子砲、これを制射していきます。これで数をだいぶ削れれば、このルナ2の攻略が完了できる感じですかね。報告します。はい、ルナ2の攻略完了です。特別エリアの制圧に成功しました。続いてバオワクーの防衛戦ですね。敵部隊が侵入してきました。ここもハイザック隊をかなりの数動員しているので守りきれるとは思うんですが、敵の戦力を見るとノイエジルノイエが少なくても2機機影としては確認できましたね。ここはビグザム一機体制なので、まずはビグザムでキュベレーがいるな。ビグザムで敵をなんとか迎え撃ちましょう。
どうやってビグザムに攻撃を集めさせて守りきるかっていうのが課題になるかなと思われますので、ビグザムを拠点に配置してここで敵を迎え撃ちます。キュベレーに誰が乗ってるかですね。僕が初めて作ったプラモデルは以前にもお話したことあると思うんです。 F91 作ったんですけど、 BB 戦士で初めて作ったモビルスーツはこのキュベレーでしたね。ノイエジールにはビグザムの大型メガ粒子砲ですら効かないと思いますが、ここ一直線に並んだモビルスーツ隊は大型メガ粒子砲で薙ぎ払えるので薙ぎ払います。でここにいるノイエ2機と下にいるキュベレイなんですけど、ここにパーフェクトジュンクがいますね。これはですね、この時のためにハイザックの武装を実弾系のザクマシンガンに変えてあるので、このザクマシンガンでノイエを撃破していきましょう。敵のノイエジールにはドズルザビ中将、あとジョニーライデも乗ってますね。まあ、ここを手早く処理していきます。ザックマシンガンじゃなくてビームライフルだったらこうは簡単にいかなかったかなと思いますね。親の七光だけでないことを見せてやろう。ここはビグザムのメガ粒子を、これで7機のいや9機の敵ユニット全部撃破します。だいぶこれで助かりますね。ここにキュベレイのハマーンが乗ってるな。これをどう処理するかだけど、まずは砲撃して減らしますか。でここにある拠点には絶対に敵を侵入させたくないので、この拠点を守るように部隊を置きます。向かってくるだと。さあここはドズルのノイエジル、これも撃破しておきたいですね。これで残った強敵はパーフェクトジョングとハマンのキュベレイ。見ててください。そのキュベレイに対してはメガ粒子砲ゼロなのか。キュベレイってさ、アイフィールド持ってるのかな。持ってないはずだと思うんですけど、やられたな。このアーバーオークが突破されるともうゲームオーバーフラグが立つので、ちょっとそうならないようにしたいところですね。増援を出してでもこのアーバーオークを守りきりたいかなと思います。ギレン閣下、ゼロという強化人間が持ち込んだ村雨研究所のデータを用いることで低レベルのニュータイプを強化し、高い戦闘能力を持たせることが可能です。ニュータイプ強化計画ご検討ください。さあニュータイプ強化計画ですが、これはすぐにでも始めたいですね。幸いお金には余裕があるので、特別作戦強化ニュータイプ開発計画発動します。はい、ニュータイプ強化計画を開始します。朗報をお待ちください。さあ問題はアーバーオアクーなんですが、このアーバーオアクーがちょっと守りきれるかどうか、かなり微妙な状況になってきていますね。ここはガルマのビグザルメガ粒子砲でガザシ3機を葬り去ります。これで残ってるのがパーフェクトジョングが2とキュベレー1っていうね、まああとガザシが1機残ってますけども、どうなんでしょうね。数は少ないんですけど、どれもこれも強力なんで、これで多分ガルマのビグザムがやられる。いや残ったな。そうか、ガルマのビグザムはアイフィールド持ってるので、うまくすれば敵の補給を立てますね。こちらの補給も立たれたような状態にはなりましたが、
これで敵の補給を断ってなんとか。まずはこっちのジオングかな。こっちのジオングからなんとか倒しましょうか。まずはパーフェクトジオング1機撃破。あとパーフェクトジオングが1、キュベレイが1、ガザシーが1と、え、残り3機ですね。ハマーンのキュベレイもう物資ゼロ、つまりエネルギーゼロの状態なんですけど、これでも攻撃は全く当たらないですね。なのでもうこのキュベレイはバオアクーンに釘付けにしておいて放置したいと思います。まあこのキュベレイがいないだけで戦力大幅にダウンできると思うんで、このキュベレイがねここにずっと居続ける状態にはなりますけども、これは致し方なしということにしたいと思います。さあ宇宙の方もかなり苦しくなってきてますね。どうしたもんかな。まあこのアクシズに攻撃を仕掛けることがそもそもできないので、ラビアンローズも奪われてこっから自利品だな。まずはモビルスーツの生産をしっかり行いましょうか。というところで今回はね一旦ここまでにさせていただいて、次回以降ちょっと厳しい戦局になってますけども、引き続き頑張っていきたいと思います。